はい、皆さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張っていきたいと思います。はい、この動画を朝一に撮影しております。今日はですね、なんといっても、ワンピースカードのね、ちょっとお話をしていきたいと思います。今回バンダイナムコさんからですね、最新弾として新しく販売されているこちらですね、はい、ワンピースカードの、新時代の主役なんですけど、1周年ということですごい豪華なラインナップになっています。その中でですね、一番今価値が高いと言われている小田栄一郎先生が、直筆で書いたですね、カードとですね、そしてサイン入りのカードが入っているんです。多分今ここら辺にですね画像が出てると思うんですけど、そちらの方がですね、どうしても DT 欲しくて、ただ今ねちょっとメルカリとかで購入したりとかするとちょっと怖くてですね、まあ、あの偽物が出回ったりとかしてるっていう話もあるので、なんで、DT ですね、島根県の中でブラブラしながら探していたところですね、なんと、入荷情報がですね、こちら本当、はい、入荷情報が入っているので、はい、ぜひですね、こちらの方をゲットしに行きたいと思うのですが、さすがにですね高い、えげつないほど高いということで、高いので軍資金をまずは作る動画、軍資金を作ってですねそちらの商品とですね交換するという動画になります。何を、軍資金として出すかというとですね、まあ、DT 昔ですねこういったポケモンカードをやっておりました。はい、ポケモンカードをやってました。今全然ですねもう買えなくて手をつけてないんですけど、こちらの中にですね、じゃん、はい、このように多分レアな子たちがね結構いるんですよ。例えばこういった人ですねたちで、こちらをちょっとですね、まあ全部とは言わないんですけど、まあ、売りに行って軍資金を作っていきたいと思います。まあ、このミュウとかもそんなに高かったしね、昔。こいつとかも、おサンダーとかも結構高かったと思うんでね。まあ、お店の店内はね、多分撮影できないと思って、まあ、売ってきて、買ってくれたかどうかという動画を撮っていきたいと思います。それでは早速、レッツゴー。はい、カードショップに到着しました。早速売っていきたいと思います。果たしてですね、まあ、目標金額はですねです。はい、ワンピースの小田栄一郎先生のカードは、ここ販売されてるっていうのを見たので以上を目指して頑張っていきたいと思います。それでは、早速こちらカードショップの方に行ってみましょう。はい、査定が終わって帰ってきました。ですねなんかいろいろあったんでちょっと大変なことになってるんですけど、まあ、とりあえずバインダーを渡して、で、まあ、めぼしいやつを、ピックアップしてもらって値段つけてくださいっていうね、ことで、まあ、かなりですね、お世話になりました。まあ、トータル金額だったりとか、大体はね、まあ、うやむやにしなきゃいけないんですけど、で、いくらっていうふうには発表できないんですけど、でも、まあ、ですね、ちょっとした、びっくりニュースがあるので、はい。お家に帰ってから皆さんにお話ししたいと思います。とりあえずですねカードの方は、はい、ゲットできました。はい、ということでお家に帰ってお報告したいと思います。はい、ということで早速帰ってきました。まあ現地でねお話しした通りいろいろあったんですけど、とりあえずポケモンカードはですね全部売ったわけではありません。残っております。いろいろと犬撮影中よ。ちょっとおんちゃん撮影中なんですよ。はい、ということで全部は売ってないんですけど合計ですね29枚はい売ってきました。29枚売ってですね、なんとですよ、合計金額がですね、30万を超えました。はい、ということでですね小田栄一郎先生のねルフィ購入できたんですけど、それがこちらです。じゃん、はい、そしたらもうスリーブから出すの怖いんですけど、この光り方ね違う、全然違う。そしてここにですね
見えるかな、小田先生のサインがほら書いてあるんですよ。はい、これなかなか手に入んないやつ購入させていただきました。ゲットしましたと思ってたんですけど、まさかのですね、今回の第5弾のですねギア5ルフィが入荷していたということで、はい、コミパラのこちらもね今ね結構な値段するよ、買おうと思ったら、はい、この2つを購入してきました。すごいでしょはい、これでですね DT のコレクションまた増えました。今ねこれで持ってないのはですね、第5弾はねちょくちょく抜けてるとこあるんですけど、コミパラで言うとあと第5弾のローとキットだけになりました。はい、そして一番目玉の小田一郎先生の、サイン入りのやつもですねしっかりと確保できたので、バインダーに入れて飾りたいと思います。ということで、本日はですねポケモンカードを売って軍資金にして、そのお金でワンピースカードを購入するという動画になりました。はい、面白かったよという方がいればですねグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしてね。はい、それではですね厳しいシーズンがこれから続きますが、引き続きポジティブで前向きな DT をお送りしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん今後もよろしくお願いしますと稲嵐も申しております。よいしょ。はい、それでは皆さんこの辺にしていきましょう。 See you next time. バイバーイ。